柑橘系のマイルドなお酢のお作り方をお伝えさせていただきます。普通のね、酢を使うのとはもう全然味が変わりますよ。お料理がワンランク上のお料理に仕上がるからね、ほんと面白いです。柑橘系であれば何でも大丈夫ですよ。レモンだったり、カボスだったり、すだちだったりね、いっぱいあるよね。これはね、去年の10月ぐらいに作ったものです。古くなるほどマイルドになるから美味しすぎてね、手放すことができません。私はですけど、4年に一度ぐらいね、すっごい大量に作ります。そのためにね、4年に一度わざわざ旅行に出かけて、現地のスーパーで箱買いをしてきます。使い方としては、めんつゆやお酢のね、ドリンクも美味しいですよね。私はね、実はね、お酢のツンとするのがとても苦手なのです。なので、その処理だけはしていきます。作り方もね、簡単すぎて本当申し訳ないですけども。去年はカボスでやりましたし、その前はレモンだったかな。そしてその前は柚子でやりました。毎回ね、意図的に変えています。その方がね、楽しいですよね。皮ごと使いますので、農薬がある可能性があるので、必ず農薬除去をしてくださいね。農薬については、ブドウの瓶詰めでね、詳しくお話をしていますので、詳しくはそちらをご覧くださいね。後で飛ぶようにしておきます。瓶はガラス製であれば何でも大丈夫ですよ。そして蓋もね、プラスチックでも全然大丈夫です。全部私はダイソーさんで購入しています。ご用意するものはお酢と氷砂糖、柑橘類と容器になります。洗った後はね、水分が残らないようにザルで乾かすとか拭くとかしてご用意ください。そしてね、スライスするのですが、もう分厚さなんてね、気にしなくていい。適当で大丈夫です。そしてね、瓶に直接入れていきます。種がね、気になる方は取ったらいいと思いますが、私はね、取るのがもうめんどくさい、そのまま使ってます。容器に移すときに茶こしでこしながら詰めれば、種は全く気になりません。マッシャーなどでね、軽く潰しておきます。これでね、皮の代わりも十分引き出すことができます。この瓶はね、1.5 リットルの瓶になります。8割程度の柑橘系をね、入れていただいて、氷砂糖を 500g 程度入れています。袋のね、半分ぐらいになります。そしてね、甘さはお好きな量で全然大丈夫です。もうお酢が入っているのでね、保存は大丈夫ですので、お砂糖はね、ご自由に調整していただいていいですよ。お酢のね、ツンとした角を取るために酢を鍋に入れて煮立たせます。リンゴ酢がね、いいかなと思います。できるだけマイルドっぽいね、お酢を選んでいただいた方がいいと思いますよ。酢を沸騰させて5分ほどね、煮立たします。これだけでね、お酢独特のツンとしたものが取れます。そして熱いうちに、瓶に酢を入れていきます。この時にね、少しずつ入れる方がいいと思います。一気に入れるとね、割れちゃうからね、温度差でね。瓶ですが、冷めてから蓋をします。すぐに蓋をしちゃいけないですね。酢が入ってますので、保存にはね、そんなに気を使わなくていいので、このプラスチックの蓋でも大丈夫です。ポン酢の作り方ですが、めんつゆと柑橘酢を1対1で入れます。加減はね、最初1対1で作ってみて、砂糖を入れるとか、柑橘酢をね、少なめにするとかね、カスタマイズすれば自分のお好みのね、ポン酢ができますね。次は中華だれを作ります。割り下醤油大さじ3を入れますね。そして柑橘酢大さじ1杯入れます。そしてごま油大さじ2分の1ぐらいね、適量で大丈夫ですよ。そしてお砂糖を小さじ1杯程度ね、入れます。そしてすりごまもね、入れると美味しいですよ。適量ね、入れます。これはね、我が家でも大好評でよく作りますね。
これをね、うちでは10倍ぐらいで作っておいて空き瓶に入れています。そうするとただ焼いただけのお野菜やお肉にかけるだけでもとっても美味しい中華風になりますよ。次はね、美味しいドリンクを作っていきます。分量はね、もう適当で大丈夫です。今回は水 100cc と柑橘酢大さじ3、蜂蜜大さじ1を入れて作っています。お酢ドリンクってね、苦手な方もいるかと思いますけれども、炭酸にするとね、なぜかね、酢の、ツンとしてるのが、消えてるわけでもないのでしょうが、全くお酢っぽくなくなるからとても不思議です。私はね、毎日飲んでいてとてもいい快調になっていますよ。ぜひね、4年に一度でも大量に柑橘酢を作っていただいて、食卓を豊かにしていただければいいなと思います。古くなった方がね、マイルドになって美味しいからとってもいいですよ。次回はリンゴをね、生から瓶詰めしますよ。形をそのまま残してね、食べてもいいし、パイにも作れるようにしました。瓶詰めにして備蓄保存をね、豊かにしていきましょう。最後まで見ていただきましてありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタン、コメントでの応援をよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。感謝します。